はい、おはようございます。土日で1泊2日シンガポールへ出張いたしました。日本と ASEAN のデータガバナンスおよび DFFT に関する閣僚会議を開催をいたしました。DFFT に関する最新の状況のご説明を申し上げた後、新たに設置されます IAP と ASEAN あるいはエリアとの共同プロジェクトについて意見交換をするとともに、将来のアジアにおけるデータガバナンスの在り方についても議論をいたしました。その他 AI と非英語データセットの在り方などについても話が及びました。非常に前向きないい議論ができたと思いますし、ASEAN と日本で、新たなアジアにおけるデータガバナンスに関する枠組みを作っていきたいというふうに思っております。会議に出席されたマレーシア、ブルネイの閣僚との米会談、それからシンガポールのテオ大臣とは、大臣主催の夕食会をやっていただきました。またエリアの渡辺事務総長とも、IAP とエリアの連携について、いろいろ話をさせていただきました。極めて短時間ではありましたが、非常に有意義な会議だったというふうに思います。私からは以上です。それでは質疑応答入りたいと思います。どうぞ。テレビ朝日の佐藤です。冒頭のご発言に関連して、日本と ASEAN のデータガバナンスに対する向き合い方とか価値観で違いだったり、今後乗り越えていきたい課題とか、そのあたりも教えていただけますか。今、ASEAN はモデル契約条項のようなものを、EU と強調して作っていこうということをやっておりますが、日本の古城医もそうしたことに取り組もうとしております。その他、日本とシンガポールは CBPR を推進しようということで先頭を切っておりますが、なかなか進んではおりませんけども、その日本あるいは ASEAN のビジネス界にとって選択肢があるというのはいいことなんだと思います。モデル契約条項もあり、CBPR もありという選択肢が広がるということはいいことだよねということで、それは各国その通りということですので、両面でやっていかなければいけないかなというふうに思っています。朝日新聞の小手川です。話題変わりました。ドローンについてお伺いします。政府は昨年ですね、ドローンのレベル3の利用規制を緩和しました。能登半島地震をめぐっては、交通網の寸断で被災地への物資の輸送が寸断されたりということは問題になりましたが、今回の地震でドローンの活用で何か事例があれば教えていただきたいのと、今回の地震で、今後の課題が分かったならばそれも教えていただきたい。昨年末レベル 3.5 というものを新しく導入をして、ドローンを使った物資の輸送の事業化というのが始まっております。今回の地震のところは飛行禁止になっているルールの適用除外ということにもなっておりますが、そこの中で特例的にドローンを使った物資の輸送というのをやって、いけるようになっておりますので、今後災害時には非常に有効な物資の輸送手段の一つになるのではないか。特に今回のようななかなか道路の復旧が遅れているような場合、ドローンは非常に有効な手段の一つになりうるというふうに思っております。日経新聞の上田です。関連して能登半島地震なんですけれども、オンライン資格確認の被災地での活用が、匠大臣の会見とかで2万件超あったっていうふうに発言があったんですけども、この数字をどう受け止めてらっしゃるかっていうのと、あとマイナ保険証の被災地の活用とか災害時の活用みたいなところで、
今後こういうふうに活用していきたいみたいなのがあれば伺いますでしょうか。おかげさまで、データを使うことで手段が一つ増えたと思っております。今までですと避難所に行って薬がわからない、なんだっけ、白くて丸いやつ、なかなかお医者さんに通じなかったものが、オンラインの資格確認であったりマイナンバー保険証マイナポータルを見て、そうした情報をお医者さんに示すことができて薬の処方していただけるという手段が増えたというのは非常に良かったというふうに思っております。今後はマイナンバーカードを保有するだけでなく携行していただく、普段から持って歩いていただくのが大事だと思いますので、お財布の中にマイナンバーカードを入れていただいて何かあったときはマイナンバーカードと一緒に避難をする。宮城県をはじめ、今いろんな自治体でマイナンバーカードを使った避難所のチェックインのシステムであったり、あるいは薬やアレルギーの情報をマイナンバーと連携したアプリで確認できるようなそんなシステムができております。今デジタルマーケットプレイスの中にもそういうサービスアプリの登録が進んでいるというふうに思ってますので、次の災害に備えて、そうした整備を、自治体と一緒になってやってまいりたいと思います。ありがとうございます。毎日新聞の後藤です。同じく能登半島地震の関連でスイカを活用した避難者の情報把握1月26日に公表されましたけども、なんか現地取材するとまだ始まってないようなんですが、これは何か遅れているとか。石川県にはスイカ続々と届いてますんで、もう自治体によって配布が始まるんだろうというふうに思ってます。じゃあもう間もなく始まる。はい、そう思ってます。特に何か遅れてるという話は聞いておりません。他に質問ありますか。NHK の東馬と申します。冒頭発言ありました、出張の件なんですけども、エリアとの共同プロジェクトについて、今後、話し合うということと、もう一つの新たなデータガバナンスの枠組みについて、これは早速こう、イメージといったものを想定されているかもしれません。エリアと IAP で、データに関する規制の透明化のプロジェクトをやりたいというふうに思っています。今各国でデータに関するさまざまなルールを作ってますけども、結構いろいろ変わったり、法律政省令あるいは告示にあたるようなもの、あるいは国によっては裁判所の判例その他いろいろ複雑で、大企業なら法律事務所を雇って詳細な調査をすることができるかもしれませんが、中小企業はなかなかそういうわけにはいきませんので、IAP ではそれに関するデータベースを作って、そのデータベースを参照していただければ正確に何をやらなければいけないかが分かるという枠組みを作ろうとしておりますが、エリアは ASEAN を中心にそうしたデータベースを作る、そういうプロジェクトを今後始めるということですので、そこは IAP とエリアでデータの協調していきたいというふうに思っております。またデータガバナンスにつきましては、先ほど申し上げましたようなモデル契約条項のみならず CBPR のようなものを使ったさまざまな選択肢のある、そうした状況を ASEAN あるいはアジアで広く作っていきたいというふうに思っています。他のご質問ある方いらっしゃいますか。大丈夫でしょうか。では会議に入ります。はい、ありがとうございました。